おはようございます。ヤッホー、ツボです。今日はなんだ、はい、ツボのご飯一日何食べたかの動画を撮りたいと思います。ただいま起きて1分後ぐらいです。では早速行ってみよう。レッツゴー。いただきます。今日のまずメニューを紹介します。これ湯気が出ている激アツの白湯と味噌汁とサラダと、そして今日のメインディッシュドーナツです。これはクリスピードーナツで買いました。はい、いただきます。だから結構食べる派。すいません。レモン入り。味噌汁から飲むとな、腸が温まってな、いいことがある。続きましてサラダをいただきます。朝起きて何も化粧せずにむくみまくったこの顔で動画を撮るという勇気すごくない？それよりも何よりもお腹が空きすぎて、その準備するというのがしんどかった。寒くても朝はアイスコーヒーに限る。私のドーナツちゃんです。これなんか何やろ、なんかのすっごいシュガーみたいなのが乗ってるやつ。これ食べてみるな。いただきます。美味しそう。あ、シナモンか。美味しそう。ちょっとな、これ3日経っとるから硬いけど美味しい。うまい。美味しい。ちょっとこれチンしてみるな、この半分だけ。あ、そしてこれはチョコです。なんかクッキーみたいな、クランチみたいなのを取る。いただきます。中の生地もめっちゃチョコ。もう焼いたらシナモンがめっちゃ香る。うわ、いい匂い。おお、すごい。なんかふわふわになった。甘さ増し増し。朝ごはんはさ、結構米食べたりパン食べたりいろいろやけど、こうやってなんかドーナツとかだ全然食べる。これシモなん、シナ、シモなんじゃない、シマ、シマなん、シ、シナモンなん、シナモンな。行きたくない。最後はバナナで締めたいと思います。朝ごはんといえばやっぱりバナナでしょ。どんだけ食べるねって感じ今これ、大体でもいつもこのぐらい食べてる。美味しかった。じゃあまたお昼ご飯で会いましょう。バイバーイ。現在の時刻が1時30分過ぎぐらいです。なんだ、朝ごはん食べてからちょっとトレーニングとかしたりして、今からお昼ご飯を食べたいと思います。朝と一緒、画面の味噌汁と下にキャベツ引いて、で何、キャベツの上にご飯乗せて、で鮭をほぐしたやつと、ちくわときゅうりと、あとはサラダ残りです。はい、ではいただきます。毎日っていうか、まあこれは休みの日のご飯かな。まあ、こんな感じが多いです。いただきます。まずは汁からまた温まる。美味しそうよ。ちくわ。ちくわにさ、きゅうり挟んだやつめっちゃ好きやね。いただきます。なんか休みの日は基本常に、あんまメイクとかしないとこんな感じです。まあちょっとトレーニングしたから、ちょっと顔がスッキリしたかもしれない、朝よりも。休みの日はさ、
ゆっくりご飯食べれるからいいよな。いつも仕事しとると10分ぐらいしか昼ご飯食べる時間ないからしんどい。ない。キャベツを入れてそれにちょっとチンするとなんかちょっとしんなりしてめっちゃ好きなんさ、それが。いただきます。うん、まー、たまでした。まあね、お昼ご飯こんな感じで食べました。さっきご飯と味噌汁とちくわのきゅうりの入ったやつとそこの昨日のコピーのサラダでした。もう7時50分です。夜ご飯を食べたいと思います。ご飯の前に友達 と、5キロぐらいウォーキングをしてきためっちゃパパ見とる。今日の夜ご飯はお母さんの作った豚汁とキャベツと鶏ハムと残っとるサラダとなんかちくわにきゅうり入ったやつとこう米で、米の上にはなんか味噌のやつ、美味しいなんかやつかけたやつ。いただきます。まずは、ね、豚汁から。うん、大根うまい。呪文はさ、冬は体温まるでいいわ。ここにもわかめめっちゃ入ってる。うん、お風呂に入って豚ご飯食べてもう寝るだけの状態。さあ、ミスドのポケモンの情報がちょっと出たよな。まだ解禁はされてない。明日解禁だし、めっちゃ楽しみねんけど。もうそれでさ、出た瞬間絶対食べるって決めた。で、次ミスド食べ放題行く予定がもう決まっとるから、ちょっとその時に出とるか分からんけど絶対行く。全制覇するかな。鶏ハムがめっちゃうまいね、これ。いただきます。いいよ。今日朝食べとったクリスピードーナツ、余っとった1個あるんやけど、お父が食べるか食べやんかで悩んで結局食べた。よく食べる。うまやって。うまっ。でもシンプルが一番。シンプルイズザベスト。もうちょっとしたら焼きおにぎりができるんやけど、さすがにもう焼きおにぎりはよう食べやんから、明日の朝食べようかね。じゃ見て、これさ、クリスマスのさ、コップ。ここにメリークリスマスって書いてある。うん、気分はクリスマス。ほら、かわいくない？これは多分なんか弟がなんかでもらってきたやつ。遮光かな。気に入ってるの。この形が好きなの。この長細い感じ。これ好きでね、よく使う。うん。このお味噌のついたご飯。めっちゃ美味しいね、これ。好き。うん、うまっ。あ、うまい。明日からさ、また仕事なんやんか。めっちゃしんどくない？仕事ほんと行きたくないんやけど。おにぎりができてきた。めっちゃいい香りする。やばっ。あ、すげえ匂い。これは悪い匂いやな。食欲そそる。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。一緒にウォーキングした子がチーズケーキを作ってくれたんやんか。絶対美味しい。ちょっと今冷やしてあるんやんか。絶対うまいな。食べようかな、それを。はい、次はね、食後のデザートということで、友達の作ったチーズケーキでーす。ほら、すごくね、これ作れるって天才やろって感じやけど。食べてみるな。絶対うまい。いただきまーす。すごい、ほら、シューンって、もうすごい。ほらほら、いただきまーす。うん、めっちゃしっとり。あ、濃厚。すげえ。めっちゃ上手やん。やべえな。これ作ってくれた友達めっちゃいい子でさ、今日も一緒に歩いとってさ、めっちゃ1時間半ぐらいかな、一緒に歩いとってんけどさ、超楽しかった。なんかめっちゃ小学校からずっと仲良しの子でな、めっちゃ気回ってな、 YouTube とかもめっちゃ応援してくれとるんやんか。もう最高じゃん。ごちそうさまでした。マジうまいな。ちなみにこのコーヒーはノンカフェインのやつ。夜やからさ、カフェイン取りすぎると寝れへんくなるから、まあ、寝れるんやけど。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今日はなんか前にね、
あのインスタでどんな動画上げてほしいですかって聞いてみたら、なんか一日どんなご飯食べてるんですかっていうね質問があったから、まあ、朝とお昼と夜ちょっと撮ってみてんけど、まあなんかいつもね適当なんやけど、まあこんな感じが多いかなって感じですで今日はまあ祝日やったから、まあ、いつもよりもね朝もゆっくり起きたし、まあトレーニングもいっぱいできたし、でウォーキングもね5キロできたから、めっちゃ幸せなハッピーな充実したお休みでした。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。